じゃあですね本日のアンケートですね、えー、あなたの家の掃除機は、はい、A スティックタイプ B それ以外、えー、と通常型引っ張るやつもしくはロボット掃除機これいいやつですね、はいえー、メールで参加する方は HIP:rokinawa.co.jpHIP:rokinawa.co.jp、ok ROKINAWA.CO.JP、えー、電話がですね098869-8640はいファックスが098869-2202となっておりますので、えー、今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコはしてからに送ってください。 見事ぴったしカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますよはいティーサージに参加する全ての皆さんは住所、本名、電話番号、そして郵便番号をタッカーしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよはい、梅子ちゃんどうもありがとうございましたはい、ありがとうございましたお家の掃除機はい。A、スティックタイプ、はい、B、それ以外私は A ですおそうですはいあれが楽ち、うんで充電をするこうなんて言うんですか携帯みたいな感じで充電をするものがあってなパチッてはめておいてうん、うん、使いたい時にそこからパチッって取って、うん、セットしてもうすぐどこにでもこう線とかを気にすることなく使えるので、うん、私はスティックタイプで やっうーんコードレスのいいところそこよね。はい。気にせずね。気にせず。あー,うーん。あと結構面倒くさがり屋なので、うん、もう常にこう使ったらそこに置くっていうのは決めてるので、うんうん、あの線をこう出したりとか戻したりするのがなかなかちょっとうまくできないので、うん,うんうんうん。うん、<laughs> うまくできない？<laughs> 難しいんですよ。線暴れるじゃないですか。 暴れる?うん。はい、ああ、自分で巻いていくからね。そう,そうです、そうです。あ、別に何もしなくていい、ね。<の>ほっとけば別に。<laughs> 難しいんですよ。最後まであれ。綺麗にこう収納するの難しいじゃないですか。<ー>ち,ちょっと弱くなってきたらね。そうなんですよ。全部引っ込まんきあるよね。そうなんです。はい,は,いはい、はい。うちの実家が高度なだった。ので。うん、あの、いろんなところにコンセントあるんですけど。一度構造時期終わって、また取って差しに行ってっていうのを何度も繰り返すのが結構大変で。な実家そんな広いの。 実家は1階から3階までじゃあ1個の,そのコード付きで掃除機かけてたのそうですあうじゃあ大変だね。階は駐車場だったんですけど2階と3階はもうこのコード付きで<ー>階段のところも持ちながらこう掃除してたので大変大変でしたうんうん,なんかイメージな今は多分そうじゃないと思うんですけど僕らはもうずっとあの優先というかコード付きのやつで、はい、ちっちゃい時から育ってるんで。うん そのコードレスのやつ、スティックタイプのやつって。はい、吸引力がなんか弱くないかなって心配するところがあるんですけど。と思うじゃないですか。思ってます。はい。いやー、今の掃除機はすごいですよ。あ、そう。はい。あの劣ることないです。へえ<ー>。うん、あ、それ使った感じでわかるんだ。そうです。私もなんともこの。 引っ越しをする時に家電をまとめていろいろ何が必要かっていうのを書き出してでもう現場でちゃんと確認をして話を聞いて購入したんですけど、うん、しっかりじゃあいろいろ確認してから買うタイプそうですはい、はい、確認をしてもう現場でこう試しで掃除機って使えたりするじゃないですかうん、うん、そこでちゃんとこう動かしてみてみ 重くないかなとか、うん、動かしにくくないかなとか、うん、あのー、そういうのも全部チェックして買ったんですけど、今のコードレス掃除機はすごいです。あ,あ、そう。すごいです。パワフル。パワフルです。あいいねじゃあ。上等ですよ。充電するのどれぐらいかかるの？充電はわからないですもう結構ずっと差しっぱなしなので。あ,あ、そっか。まあ使うとき差しとけばもうそれだけ充電できているってことかそ。そうですそうですはい。途中で充電切られることない？ないです。 じゃあもう家の中を一通りやるぐらいの時間は結構あるので、うん、もう便利ですねああ、今のこの持ちなんていうんですかコードレスのものって器みたいになってるんですよ。はい、ゴミを全部そこに入れて貯めてくれる部分があって、はい、そこをパコって外してあのゴミ箱のところにサササって出すだけ。 捨てるのも簡単捨てるのも簡単ですあらららいいですねそうですちょっと洗ってあげたりとかして楽ちんですよあそっか昔実家で使ってるのなんてはいありますよねうん、多分梅子ちゃんも一緒だと思うけどもちろんこのねコンセントに刺すでしょはい本体があってこの本体もまあまあでかいんですよはいゴミ入るところちっちゃいんですようんあと何でできてるばっていう 確かに。やつで、うん、も,もっとちっちゃい頃はこれ乗って遊べるぐらいの大きさだったんですよ。うんうん、へほんで絶対このね、えっと、後ろ二輪で前がぐるぐる回る一輪で三角形になってるから、はい、変な引っ張り方したら絶対倒れるんですよ。ゴロ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 っつって、うん。柱とかね不便だなと思ってまたあれを。

今また私次買うとしても、うん、絶対コードレスにしますあれは買わないのロボットタイプは欲しいんですけどねあ高いからそうなんですよちょっとまた<ー>あのお財布と相談ですねロボットタイプって僕使ったことないんですけど、はいはい、ロボットタイプが掃除しやすいように一回掃除しないといけないんでしょあ、そうなんですかいやだって物あったらさあ、床に物を置いていたらあ,あ,あもう行かないさ確かに だからロボット掃除機が掃除しやすいために一回掃除しないといけないんですよ。はい、床にでもそもそもあんまり物を置かないようにはしてます。マジ？はい。あ、そうね。うちも,も床に物がいっぱいあるからさ、うん、まずこれからトかさんとなっていう。<laughs> あ、そうですね。それはあるかもしれないですね。じゃちゃんと帰ってくるからね。すごいよね。はい。どうなってんだろう。いやでも家にいない間に掃除してくれるのって本当にいいなと思います。 家帰って夕方ぐらいから掃除機かけるのってなかなかあ、はあうん、帰ってきてふうってしたいなっていうところを掃除したりするのって、うん、ねその時間を休む時間に当てられたらなっていうのは結構考えたりしますけど本当にやっっててるかななたくならん <laughs> あ確かに。一回出てったふりしてんかとう,うなっいない時本当にやってるかなって見たくならん <laughs> そうですね。 なんか充電だけちょっと使ってまた戻ってそうそう今ど,どんねって戻ってんのかなとか <laughs> う<ん>電池気になるんだよなセンサーとかもそうですよね今も多分進化をしてすごく効いてるんだろうなと思いますけれども、ね、どこまで果たしてこうゴミを吸い込めているのかっていうのは気になるところですねね本当ねはいわ、はい、かりましたありがとうございました <laughs> はいありがとうございました失礼しますはい。 いろいろあるわけですね。掃除機もね。うん、はい、えー。お昼のニュースは報道部ニュースセンターから遠目マキコアナウンサーでした。はい。本日のアンケートですね。あなたの家の掃除機はどんな感じでしょうか。A スティックタイプです。えっ、ー、とコードレスで細いやつ。立てて置い,いておけるやつ。はい。B それ以外通常型コンセントついてるやつね。もしくはロボット掃除機とか。 うち掃除機ないよっていうのはそれ以外なんで B ですかねはいさあそして昼ボケのお題またこれはいいお題ですよはい人類みな〇,〇はいさあ〇〇を埋めてください <laughs> 短いからねボケやすいですよねはい懸命に昼ボケと忘れずに本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてくださいゆたしく えー、本日のアンケートはですねあなたのお家の掃除機はどんなねと A スティックタイプだよコードです B それ以外ない人も B なので僕 B ですねはいあのあったんですよ普通のやつが、あのー、コードありのやつがなんかもう出すの面倒くさくなってきてだんだんつかなくなりほんで今はもうあのなんだクイックルワイーパー的なやつでも全部 OK ですね はい、一生懸命あのうちの妻がやってくれてますはい <laughs> 行きましょうえー、こんにちはイブさん皆さんクローバーですこんにちはイブさんスティックタイプの掃除機って何ね自分が使ってるのはこれです写真送りますねクローバーでしたあクローバーさんこれはスティックタイプではないです本体があって ホースが出てって、で棒がついてるやつ。これ通常のまあ、いわゆる掃除機タイプですね。スティックタイプ。皆さんどうなって説明したらいいですか。一本なってるやつ。そう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 。これが一番簡単だね。本体とかなくて一本の棒なってるやつ。あれスティックタイプです。ね。はい。また可愛い,い掃除機ですね。色がね。はい。 こんにちはちゃまちゃまですこんにちは今日のンサーはこれ B だなスティックタイプって何ですかおっと間違えましたねここからでしたねみんな分かってて当然と思ってたら全然わからんなみんなそれに我が家の掃除機がやる気がなくてゴミを吐き出したり優しい息しか出さんから今はほうきで掃除していますスティック掃除機ってそちらでは評判なんですか 上等なら次買うときはそれを検討してみようかね別にこっちサイドはグソではないんですけど <laughs> はい。じゃあもちろんさ <laughs> はいありがとうございますあれもうだいぶなるけどねスティックタイプ出てからねうん。言い方がわからないのかなもしかしてこんにちはやんばる娘ですこんにちは掃除機ゾウさんみたいな引っ張るタイプですよ スティック式も考えたけどゴミパックが好きで結局それにしたかなでも年いくとスティックタイプが楽なのかなはいあれあゾウさんエレファントタイプ <laughs> エレファントタイプって言いましょうね確かに分かりやすい <laughs> <laughs> そっかあれあれはゾウさんに見えてるんか確かにな鼻長すぎくないバランス的に はいありがとうございますじゃあもうスティックタイプとエレファントタイプっていうことにしましょうね <laughs> <laughs> あはい多分ですけど年を重ねていくとスティックタイプの方が楽かもしれないですあのかがんだりしなくていいでしょスティックタイプって立ったままの姿勢でできるから楽っちゃ楽かもしれないですねうんはいラジオネームアタピチですはいサイ、はい、こんにちは アンケートは B なんですけど巻き取りボタンを押しても最後までいかないのは時々赤いテープを越えて引っ張っていたからなのかな <laughs> でも何十年も使っているし吸引力はまだあるし頑丈だし愛着もあるんで手放せないですねはい熱ちいさんありがとうございますあれ分解したことありますその掃除機の巻き取りあれだんだん巻き取らなくなってくるじゃないですか弱バーになってくるじゃないですか引っ張る力が やっぱりこれバネ的なものが伸びているんですか。多分ね、そうです。あれバネですもんね、絶対ね。うん、わ、うん、かるよ。これも多分ね、今知らない人いっぱいいると思うんですけど、このコード式のやつはですね、引っ張って出すんですよ。あれ無限に伸びるはずがないんで、黄色いテープがまず出てきます。皆さんこれサインですよ。注意、黄色注意。 あれうまいかなこれと思って引っ張っていくと次赤が出てきます終わりですよだから赤出た後に引っ張るとガンってなるね懐かしいで割った昔の実家の掃除機はこの一番このゾウさんのボディのケツの部分にこうやってレバーがついてたんですよレバーがこれレバーを下げるとシュッてこのねコードが戻ってくるというでも全然あれですよ残るんです ちょっと50センチぐらいね。はい。<laughs> <laughs> よーしこの話いっぱいやろ。<laughs> あなたのお家の掃除機は a スティックタイプ b。それ以外ねない人も b ですね。はい。アイラブ e 86の皆さん、ヒープさんこんにちは。人相悪いです。こんにちは。アンケート a。一人暮らしなので、小さいスティックタイプを使っています。 はい、ええー、下,下ネタなんでねもうだからこの被るんだよこういうのの下ネタはタイトルが「ダイソンなら最高なのかな」って書いてますけどね <laughs> 僕使ったことはないんで分からないですけどまあまあの高級品ですよねダイソンね俺あの掃除機じゃないですけど 跳ねない扇風機あるじゃないですかあれ持ってると本当に英検中だなと思いますダイソンの扇風機ね跳ねついて痛いじゃないですかやっぱり <laughs> ちょっと不安になりません本当に出てくるかな風と思ってねヘイ <laughs>、hey! ベラノミヒープあの時間まだ名古屋で牛乳配達していたヒーフーミーですごっくんちょはいこんにちはそしてアンサー A サイクロン式のスティック型しかないけど充電容量が少ない 楽しい飲み会の時の暴行ぐらい容量少ない例えよ <laughs> だからスティック型はがっつり掃除するというよりも豆に掃除する人に会う気がするごっくんちょうあ裏アンケート車に掃除機かけるカーは「ノーノーダーリンの B」「車は絵のない現場用ほうきで豆にはいているヒープーは洗車場のバキュームのエアーで水気飛ばしてからに吹き上げしている」「かっこにやりやっ てないですね。ひフみさん、はい、ありがとうございます。な <laughs>、古いからじゃないの？スティック型あれ、古かったんなんでも操作バッテリーがね、容量が少なくなってくるじゃないですか。うん。<laughs> 楽しい飲み会の時の暴行ぐらい少ない容量が。うん。これすごいわ。サイクロン式って何ですか？そもそも。な？ ダイソンもサイクロン式何ですかサイクロン式サイクロン以外に何があるの他にスップル式とサイクロン式 <laughs> おお。<laughs> 要はあのぐるぐる回ってるって感じサイクロンだからね、竜巻的な感じでやってるってこと、うん、あ吸引力が上がるへえ。このシステムの違いが今よく分かってないんだよな皆さんご機嫌いかがチーム鳥年クロちゃんですこんにちは アンケートの答え2種類持ってるけどメインは A 充電器から抜いてスイッチオンすればすぐ使えて便利ですねあのホースがついてるタイプはうんエレファントタイプねコード伸ばしてコンセントにさして片付けるのも面倒だよねそれでは今週も元気に参りましょうはいクロちゃんありがとうございますうんお手軽さで言えばまあスティック型でしょうねもうそれこそものによっては置いたらもう充電 はい取って使ってまた置く充電で充電満タンになったら勝手に切れるみたいな何にもストレスないですよだ,だからねうんはいやっぱ吸引力に僕はちょっと、ま、使ったことないからですけどねはい h e さんこんにちはお仕事お疲れ様でございますボロロボでございますこんにちはアンケート A コードレスではありませんがスティックタイプです収納スペースを必要としないので重宝していますかね 先代の掃除機も同じ感じなんですが台所のマットに吸い付きが強くマットを足で踏んで固定して吸わせていたらスティックのジョイント部分からバキッて完全骨折しようとさや養生テープでぐるぐる巻きにしてギブス壊して「お前は怪我していない痛くない頑張れるよな」ってやってたけどツーマーがいよいよ我慢ならんくなって捨てよった吸引力軽さジョイントの強度保持バランス難しそうですよねでは最後まで楽しんでください これもな、マニアックな案件なんだよな。<laughs> <laughs> <laughs> おうマットを吸うとなんていうのかな隙間がなくなってしまうから死にたっこあるんですよね要するに。これでボディーが折れるという。<laughs> あはあ長いからそう力かかった時にね多分ね よ弱いんです真ん中の方が多分強くやりすぎるとはあ、はあ、まあでもこれはエレファントタイプでも多分一緒だと思いますよ長くやってたらバキッて折れると思いますよ安心なすごい吸引力だな<ー>ヒえさんこんにちはいつも楽しい放送ありがとうね,ねラジオネームキキですニャホニャホはいこんにちは早速アンケートのアンサーは A のスティックタイプですただ安いやつ ちょっっととババランンスを崩すとバンって倒れる昨日の夜も掃除機をちょっと触ったらバーンって倒れてびっくりさせられたってば見られていたのギブさんお天気が斜めな,なので風邪などをひかないようお気をつけくださいねっていうことではいキキさんありがとうございますこれはですね僕とってもストレスになるやつですっち倒れるやつ <laughs> 思わこれまあまあのストレスだよ さっきちょっとあったんですけどボロロボさんスティックタイプでコードついてるやつもあるのあるはあ <laughs> このコードをごめんなさいスティックタイプのコードはどこから出てます一番上一番上持ちにくいやしそもそもあれコードつけるの一番下がいいんじゃねえば吸うところ <laughs> なんで一番上についてんのあんな持ちにくくて 上にモーターがあるなんで下に線引っ張ったりした線引っ張るなんかじゃないのにな長さが何え通しに電源通さなほあまあまあそうですよそれぐらいはだってやるときにクマから線で出てたらディジアルに行くくないなんかファラファラしそう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 ねあ？うん <laughs> あ、なるほど もし下についてたらこのあっちこっちあった時にコードがぐじゅぐじゅぐなると <laughs> コードレスにしたらいいやしだからだ,だから言ってろ今日 <laughs> だからスティックタイプになんでコード付いてるばつってだから <laughs> ツイッターもいいですねタイマイさんエレファントタイプ可愛い,いねいいですよね、えー、タクゾー RX さん買い替えをする際は電話口でぜひともまるまるのラジオを聞いてと言ってくださいねいやこんな困難ではないんですよ別に タカノブックさん。掃除機のコードって最低限、黄色のテープまで出して使わないと危ないって聞いたことあるんですが、点点点。まさかやって俺思ってたんですよ。上に、チンナンプルプルさんが、黄色はここまで伸ばして使え。だそうです。知ってました赤はこれ以上伸びんようだよね。黄色まで伸ばさないで巻いたまあまあ使ったら、発火する可能性があると。熱,<を>熱持って、コードがぐるぐる巻いてるから、なるほどね。 危ないよやがてだよじゃないな黄色はこっちまでだ出せようなんだこっちは掃除したい時も出すわけじゃそすぐそこよそこ出すあげ。OK、<laughs> ね掃除機の開発者に聞いてるみたいなってる <laughs> コーンパラルパン買したフジッちゃんなのだこんにちはえええ 掃除機がある前提で話してるけどなんで <laughs> 我が家には掃除機がないんだよ。クイックルワイパーオンリー正直,そう、えー、正直掃除機はいらんでしょ早口言葉みたいになってるんだな掃除機はベッドの下はすっぷってくれんのに <laughs>、うん、うちもこんなんなんですよ全部もう要は床なんではいあの絨毯使ってたり畳使ってる場合は掃除機必要じゃないですかねはい。 長男のヒープさん掃除機使ったことあるのあるよやん長男もやりますよ掃除機まだまだ本調子じゃないチュラですヒープさんこんにちはこんにちは大丈夫ですかねアンサー B あーこっちもだそもそも我が家には掃除機がありませんだからといって散らかり放題というわけではなくクイックルワイパーコロコロほうき雑巾でやってますうちもそうだなだって学校の清掃時間だって掃除機使わないじゃん 自分の目と掃除スキルに頼って生活していますではではヒープさん今週も4年始まってくださいはいチュラさんありがとうございますえ全然いいんじゃないですか別になかったらななくてもわったコロコロよく使ってるなうちの妻がうん。はいさえいつも美人の味方チーム綾子代表取締役エルザイルですこんにちは早速アンケート B 掃除機ないほうきではいてクイックロワイパーやさ 掃除機の必要性がわからん。美馬昭和では時間まで頑張ってください。いやいや、昭和の人が掃除機使ってるイメージですよ。なんか。うーん。エルサルさん、一応掃除するんだ。<laughs> まずそこですけどね。ほうきで入ってクイックルワイパー二段階もあるんだ。でも、でも、普段は高いところにいるからね。あんまり別に地面は <laughs>。 えー、この方のせいで朝晩掃除機をかけますアンサー A 私ですこんにちはあ写真が添付されておりますがワンちゃんですねなるほど吸引力で評判の掃除機です犬飼いあるある普通のゴミパックタイプではダメスティックタイプで毎回ゴミを捨てていないと廃棄から獣の匂いがしてそれはそれはもう家中に匂いが漂い大変なことになるゴミがたまるところが洗えるっていうのも必須条件 スティックタイプ一択ですじゃあなるほど犬の毛がねたくさん落ちるからねほうあスティックタイプがいいんだそういう場合は洗えたりするからなるほどはい排気な吸ってるってことはどっかから出してないとおかしいからねうんヒブさんこんにちはマミーナママですこんにちはアンケートの答え3年ぐらい前にスティックタイプに変えました コンセントの差し替えもなくストレスが減りましたちょっと髪の毛が落ちていたりしてもサッと取ってサッとかけられて最高ですよはい。まあ、みんなママさんありがとうございますうちの妻はしょっちゅうコロコロやってますよねだからあんたの刑に殺されそうさって言ってますこれはこれでもちょっとしたホラーの映画が撮れますけど刑 <laughs> に殺されるって言ったらね <laughs> 巻きついてね首とかにねうん, <laughs> こん。こんにちはマッツンですこんにちは アンサー A もう掃除機に関しては同棲スタート時アパートがフローリングだったので最初に1ヶ月はコロコロでいいんじゃないかっつって買ってなかったんですがコロコロするたんびに剥がしては捨ての手間が難儀になり2万円ぐらいのスティックタイプを購入したまああの手軽さが良くて少しでも気になるんだったらパパッと掃除機をかけてます PS ノズルをショートに切り替えてハンディタイプにしたら車の掃除もできるから上等あぁ はいマッツンさんありがとうございます実家がこんなやつがあってまあ,あの普通のエレファントタイプもあるんですけど全然バッテリーが持たないんですよ車で使ったらそうなんですよ <laughs> 皆様こんにちは雨の日なのに防水シーツ洗濯用かっこしくしく横文字数ですはいもうお疲れ様です今日のアンサー B ですわ今使ってる掃除機は10年前ぐらいに職場の忘年会であった景品の抽選で当てたやつ ちょうどその頃使ってた掃除機がダメになったタイミングで当たったし、当時の最新機能が搭載されたものっていうから嬉しかったんだけど、受け取った瞬間に箱が抱えきれんぐらい重くて、非力なあてくしには会場から持って帰るところからすでにジャーフェイしたのよね。運転船からタクシー4番とならんかったし、実際箱から出して使ってみると掃除機本体が重たくて、やっぱり持ち運びが難儀なんですよ。もっと軽いスティックタイプのに変え、変えたいな。そしたらもっと頻繁に掃除するけどな。 では時間まで千葉手君総理王隊重さねはい横文字和さんありがとうございます重さ大事よねコンタキンテですアンサー B ということでゴミタンクチャー引っ張りする罪が好きです扇風機倒す妻が好きっす電線待ちぶってても気にしない妻が好きっす安静バイビロンということでね、えー、扇風機なんで倒すのか同 <laughs> <laughs> 線にあるのはみんな倒していくっていうゴジラスタイルですね <laughs> はい1時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転も是非安全第一でよろしくお願いいたしますババンのコーナーはいラジオネームポーリーさんの「ちくりのババン」コンビニにいた年配夫婦奥さん「はいこれヒープーさんがおいしいって言ってたよ」「旦那ヒーあれよ下が血が通うことわからんぞ」 ヒブさん、あれ呼ばわりあんの舌がバカ呼ばわりされてたよ。かっこ爆笑っていうことでね。はい、ポールさん後であのどこのコンビニにどんな形の夫婦だったか教えてください。もう軽く訴えようかなと思って。<laughs> いやいや。いいですよ。あのちゃんとねヒブさんが言ってたっていうのを分かってるから嬉しいですよ。 ね、はいありがとうございますはい、では皆さんのお誕生日をですね晩未開してからにお祝いしますよえー、はい最、えー、スタッフ &T サージをお聞きの皆さんチャービラ祭太った元ボクサーですおいこんにちはちょっと久しぶりですねはいヒープさん仕事中にすいませんが本日のアンケートの前に初めて49歳の誕生日になっているみたいです、ね、おじさんが言うフレーズですよね初めて何歳になるけどっつってねえー <laughs> 40代も楽しいよと言われてもう10年だから甘く真っ白い毛が生えてきてるって言えばよ40代ラストイヤーも終わらばあの野球のお供にバイクも楽しんでいこうねさんも早く大型バイクの免許取ってだからよいっちゅトロトロして,て全然取れてないなはい太った元ボクサーさん49歳の誕生日おめでとうございますいやもう40代楽しいっすよねでは、えー、5月23日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはい ハーピーバースデーふんっほーわはい、本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康でうん、そしてデイジ笑える楽しい一年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはい。愛してやまないヒップさんリスナーの皆さんお疲れ様ですふっきっ子のピュアなアイスですはい、こんにちは アンケート B 普通の掃除機ですねあれってスティークタイプっていうんですねうちは普通のちょっと歩くところがあってふんでいする掃除機ってばそういえば皆さんはゴミパックを捨てるタイミングってどれぐらいで捨てています私ゴミパックがパンパンになってから捨てるんだけど下手したら1年に1回とかこれってどんなで最後まで読んだら頑張ってくださいないあれ高いからねゴミパック しかもあのエレファントタイプだともう結構高かったりするんですよ今の,あのスティックタイプはどんなか分からんですけど結構高くてだから昔実家のやつは満タンになるまでってでしたよいつまでとかじゃなくて満タンになったら交換っていうちょっとあの吸引力が落ちてくるんですよねはいもうそろそろだなみたいなあんな感じでやってましたよね本当にカタカナ弱くなってますよね スティークタイプまあ伸ばしてればこれ <laughs> ちょうどあの掃除機の棒が伸びてる感じしますよねスティークタイプ <laughs> ウミンチャール・サーさんこんにちは今日のアンケートを今日初めて読むんじゃないこれロボット型の掃除機を使ってますなんだとアプリで外出先からも操作できるし何時からここのフロアだけ掃除とか スケジュールの制作もできますよ帰ってきたら掃除が終わっているし自分でお家にも帰るしめっちゃ便利でかわいいやつです。ではでは時間まで読んだ姉、ね、まさかやはい海津春澤さんえ外出先からアプリでコントロールできるえっとリビングはいいから <laughs> ダイニングの方だけやっといてとか。 ダイニングまでどんなしていくばわかるわけこれもインプットされてるわけ何時からここのフロアだけマスクやすごいななるほど一番最初買った時にこのお家の間取りをインプットしてある自分あこれインプットも自分でやるちょっとじゃあすみません測りましょうねつってえー死にすごいな えいやイレギュラーに物とか置いたらやっぱダメなんでしょだだヤンバーでだからこ,ののこれのために掃除しないといけなくなるわけよ。物置かんようにして。へえすごいな外出先から掃除できるってもうこうなってきたらよ俺カメラつけてほしいやつさおもしくないなんかねえ外出先から掃除してる様子見れるって <laughs> もうちょっとこれで右の埃取れオッケーオッケーみたいな。 <laughs> なんかリアルタイムで動かしたくないあの口で犬の毛をちてさ取れこれっつって <laughs> なんか自分で操作したくなってくるなこうなってくるとイブさんこんにちはダマイうまくうですこんにちは掃除機はうちにないようの B です一緒ですねワンコの毛が大変だけど掃除機持ってないよワイルドだぜコロコロと濡れクイックルでケ、OK、ーだぜ っていうかクイックルする時に懐中電灯で床を水平に照らすとあら見えなかったチリがよく見えるよ画期的発見と思ってたらダイソンがヘッドにライトつけよったっ発見を取られたうちを監視されていたのかね一応懐中電灯をおしきは10年前からやってるからやっぱりアイデアを取られたんだよねうーんダ・ダマイ・ウーマクーさんはい見えないものが見えるっていうタイトルついてますけどね <laughs> ここれどういういとですか要は床とかをこうやって寝て懐中電灯出たらしたら埃が見えるってことですよね誰でもわかるんじゃないのこれ <laughs> <laughs> 誰がも分かってることじゃないのこれそして何これヘッドライトついてるわけダイソンの掃除機になんでねってこと そうだねヘッドライトついてるってことカメラがついてるってこと何自分でカメラでゴミ探して掃除してるってことまさかやこっちまで来てるあいこれこれ見たいやつさ <laughs> 暇しないんじゃないなんかずっと見ててあいや面白いねこれそういうのしてこんな,んなってればはごせよみたいな言いながら掃除てああ上等になってるとか言いながらあいえなマジか。 ね誰もいないはずなのに誰かの足が映ったりね誰この足みたいなーあとそうだあと鼻歌機能もつけてほしいこのルンルンバっていうかこのロボットにふんふんふんとか言いながら <laughs> すごいなマジかもう分からんなどこまで行くんだろうこんなのは皆さんお疲れ様です筆頭信者のシャバドゥンですこんにちは 早速ですが今日のアンケートを B。ほんでさ前にスティックタイプも使ってたけどフィップさん「年を取ったらスティックタイプが楽だはずねえ」と言ってたけどデータカーじゃないとスティックタイプの方が掃除してる時に重たいはずよ掃除機の全身持ってるっていうことになるからねなるほどタイトル「職場でそれを言いい訳に、に俺掃除機ささせる姉さんがいる。姉んがもう重たいからもうあんたやって」っつってねあはあ なるほどモーターも結局ヒッチ持って歩いてるってことになるからデータカーでコンパクトに作られてて充電のバッテリーも小さくて長持ちするやつじゃないと本体が重たくなるとスティックタイプのロボットタイプないですかもう立って歩くのそのまま <laughs> <laughs> えっていうかもうスティックである意味ないんだけどねも,もはや <laughs> そうなってきたらいやなんか <laughs> ん俺なんかよもうこうなってきたらよこの掃除機をなんかよキャタピラーつけてからによ前手いけるようにしてほしいやつさソファーの上とかも,もう自分でソファーにロープかけて登っていってソファーの上も全部 <laughs> やるぐらいになってほしいやつさ したら別にイレギュラーで何か置いてもこれどかしてからやるとか <laughs> あーそっかそうなってくると楽しくなってくるな皆さんこんにちはティーサージパラダイス研究生の黒幕ですこんにちは、えー、ヒープーさんが土曜日に某機密情報番組で <laughs> こんな番組やってないですね <laughs> お飯になられてた緑のシルクのシャツとっても可愛かったです一般人でも買えますかシルクではないですねあれあの 僕は世話になってるギノワンのブルーファーストスターというアメリカジショップで売ってますサムライっていうメーカーのねシャツですよ上等でしたねこれも買おうかなと思いました本日のアンケートは家に掃除機ないの B ですない場合は B ですねフローリングはウェットシートと子供なんかが歩くついでに靴下で取ってくれるし <laughs> 畳の部分は畳と畳との間を少し隙間を空ければそこに小さいゴミは消えていきますよね だから掃除機は入れませんいや入れない方がいいんじゃないわこれ余計取りにくくないゴミ丸いお掃除ロボ買いたいなとか思うんですけど掃除機はなんか買う気が起きないんです電気屋でも目に入ったことないかもしれないなスチーム式のアイロンも23年前に置いた窓際の位置から動いていませんお風呂上がりの子供なんかにタオルを巻いて歩かしたら雑巾がけと同じシステムですねうがい手洗い研究研究な、はい 理論は同じってて書いてますけど同じかな同じじゃないんだよなわらばあー別に掃除するために甘くも歩いてないからなうーんはいでも最近はないよっていう人も結構増えてるかもしれんなフローリングの場合特にねウェットシートあれば OK よっつって確かになあはいありがとうございます。 今後今日巻いてますか、えー、チームポッテカスのオレンジ団地ですはい空いてますよ長い間待たせてごめんねの、A、ん？12年前にスティック型になってるけど触ったことないなまあゴロゴロ転がるゾウさんよりはやりやすいはずよねこんないったら土地にわじられる聞いていませんようにう,ーとうとうと <laughs> ええー、オレンジ団地さんよ12年前にスティック型買ってあるけど1回も触ったことない いえなさすがチームポッかそうやつさまず牛肉と豚肉の違い、ね、レタスとキャベツの違いが分からんというこれが条件ですよ入るためにはチームに <laughs> あとスティックタイプの掃除機触ったことないっていう俺もでも触っ,た触ったことあるか触ったことあるなうんあの衝撃ですよツイッター見せたらあの 歩みアットマーク終わらない反抗期さんがヒップさんカメラも見れるしマイクで声かけもできるよ。掃除機の話ですよこれロボット式掃除機えん、え、な,な,な,なんねん声かけって頑張れよっていうこと <laughs> <laughs> 違うな違うな俺が言ったのがこの掃除機から流れるってことでしょうねだからね 年寄りの、ね、お父さんお母さんのところにも心配だから見守りのために置いといてっつって「どんなね起きてるおはよう」とか言ったりするってことですかね。あいえな安心進んでろそ、ね、して終わったお父かこれ等しいと思うんかねひとしいあんなこんな丸くなってあんた」っつって「えペット用なんでペット用に声かけが必要なの元気ねワンちゃんっつって何 うんうん、あこのロボット掃除機の目線でわがかわいいワンちゃん見たりとかマヤ,見たりマヤ猫ちゃんね <laughs> 見たりするってことはあ外出先から元気かなっつって「マミ <laughs> ちゃん」とか言ってするわけじゃ。はいえなデジャははエロザイルさ。んはメールで 洗濯機を見るだけにとどまらず掃除機も見たいのですかヒープーさん,、うん。これ種類が違うさあれ回転レアスイ。これは回転じゃないのに。これこれ目線ローアングルの目線が楽しそうやさに。いや英語ねってやるぞよさんも言ってやこんな機能ついたらやりたいでしょ見たいでしょカメラね、えー。ヒープ兄貴こんにちは稲葉 YS55 ですこんにちは。稲葉 うちの掃除機はヒープーさんがさっき話をしていた子供がまたがって遊べるぐらいのレベルですよ。うちのはなぜかコードの巻き取りがなくて使い終わるたびに自分で巻き巻きしながら回収しないといけない手動でもこっちの方が壊れない気がするな。して掃除の最中はコードの線が引っかかったり本体があっちこっちにぶつかったり扱いには私のように免許が必要です。 そろそろコードレスのスティックタイプに変えたいけど今のが壊れずに頑張ってくれているからもうしばらくは買い替えないやつちなみにコードレスは細身でスタイリッシュだけど吸引力とかパワーはどんなですか今日も皆様の話を聞き耳を立てて聞いてますではまあ梅子ちゃんいわくもう全然引け取らないみたいですよ今ああはいあれ免許が必要だったんだ掃除機あの蹴らさないように事故などないように 物を扇風機なぎ倒したりしないような免許が <laughs> これななんで超,超小型3種とかですか <laughs> 超小型で悪さね乗り物ではないけどな <laughs> <laughs> 一方早原町早原からヨ原バイパスを利用して車で鼻くそこねてたら上がり浜までこねれたよ鼻くそこねるときはバイパスを使うといいよふらはらにゃ こんなので道進められるかや。ごあなさん、はい、ありがとうございます。さあ、あアンサー B。うちには掃除機はなく、掃除をするときは小さいほうきとちりとりで掃き掃除をしているな。掃除機はなくても掃除はほうきで十分だな。掃除機といえば昔終わった弟と一緒に掃除機で口をそわせたり。はい、カット。遊んでるのお母に見られてめっちゃ殺されたな。 ある意味掃除機はいい遊び道具になるよ安静、はい、これ書いてくる人いっぱいあるんですよクワガランさんでしょヒージャーパイセンさんでしょ <laughs> はいありがとうございます。わらわらばあれとって掃除機は乗り物でしたねっていうのはコーラル金具志さんはいこんにちは安全なバナナボートみたいに掃除してる後ろの本体に乗っかって「重いよ邪魔だから降りれ!」と親に怒鳴られる面白いアトラクションでしたね スティックタイプだと乗れないからつまららないいいやいやわからんどあのセグウェイみたいに乗れるしスティックタイプ持ってからするしすぐ壊れそうだなあれ耐火重低そうだからよすぐ壊れそうですねやるなよ <laughs> やらんよ。<laughs> ツイッターで猫大好きマイマイさんが「お掃除ロボ欲しいけど愛病がたまにケロっちゃったり粗相かっこ落ちっこしたりするから買うのを躊躇してしまう最新式だったら避けてくれたり教えてくれたりするのかに」っていうことでパッと調べたらですねすごいっすよ清掃中にコードやペットの排泄物などの障害物が見つかると清掃終了後アプリに画像が送信されますこれらの障害物に今後どのように対応すべきかをあなたからフィードバックできます な、はあこれよりもできない先輩とかいっぱいいるけどねフィードバックができない先輩もいっぱいいるけど <laughs> でじゃあはあ結婚してから16年ほぼ毎日掃除機を使っているミントマーカーちゃんですこんにちは働き者のゾウソン掃除機なのでアンサー B スティック式は使ったことがないですね。ゾウさんだろうな多分なヒープさんからもらえるんですか欲しいですね。子供が小さい頃はハイハイするから少しの埃も気になるから毎日毎日掃除機してきました朝のルーティンになっていますさすがに忙しい時には帰ってきてクイックルワイパー使いますよ。はい。ミントマーカーちゃんあタイトル「充電式」かっこ「フラミンゴ式か」かコード式「かっこゾウさん」ですね。いいたとえ フラミンゴ式、ね、いい例えですねこれなんで動物で統一するかというところありますけど <laughs> ねフラミンゴとゾウさんなるほどえー、皆さんチャーガン重今日も聞いてますチョロスケっすこんにちは今日のアンはどちらでもないです8畳の畳間が1つで後の部屋は板張りだから掃除機は使わないのでないですくるくるワイパーで間に合ってます、はいじゃえー、チョロスケさん 何かと混じってるな。コロコロワイパーって。<laughs> 何かと何かが混じってるな。皆様こんにちは。ゴーヤー弁当を食べながら聞いている伊代子です。こんにちは。掃除があまり好きじゃないです。もし掃除するならほうきが好きです。でも家にある掃除機使ったら楽でした。なんで今まで使わなかったのかって不思議です。そして驚いたことに家の掃除機が軽くて上等になってました。掃除するように頑張ります。そして掃除機が変わったのにも気づくようにします。 いよこはい、ありがとうございます。さっきやりましたね。はい、頑張ってくださいよ。本当にちゃんと見てくださいよ。ティーサージパラダイス、昼にボケとこ。はい、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということで、えー、今日もですね。1番面白いベストーギリスト決めます。はい、お題人類、みんなほにゃららはい。何でしょう？ほにゃららを埋めてくださいね。いいお題ですよね。 短くて参加しやすいしはい行きましょう一発目、えー、ラジオネームルーパンが愛したフジッコちゃんの人類みな〇〇〇〇は埋めてください人類みな爬虫類ではないあもう分かってるよっつってね何をわざわざはい,いもうもしかしたらいるかも昔こんなあったよなんかアメリカのドラマが SF の ちょっと爬虫類なるっていう人類がありましたよ V V だったかなイケペイさんの人類皆〇〇〇〇は埋めてください人類皆多分右利きか左利きそりゃそうでしょうねうんはい、ありがとうございますあてめや三人シリーズだな <laughs> はい 続きまして石ころさんの「人類みなまるまるを埋めてください人類みな一回はくしゃみで首痛めるいや <laughs> いやいや俺はないですけど <laughs> 俺ないですけど <laughs> みんなではないですね、うん、顎あごの面積お兄さんの「人類みなるまるまるを埋めてください人類みな ガジャンは好きではない。ああ。まあでもガジャン研究してる人もいるからな。100%ではないな、多分な。そうなんです。何でも100%ってなかなかないんですよ。タマティロさんの人類みんなまる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 を埋めてください。人類みな口内炎が大嫌い。 まあ,まあ好きななな人いないででしょうねでも難胤研究してる人もいるからなあまあうん好きではないかもしれないですけどね仕事だから研究してるんであって続きましてラジオネーム黒幕さんの「人類みなまるまるを埋めてください」「人類みなささくれに弱い」 ままあまあ弱いでこれはそうでしょうねこれは弱いでしょうねあれ好きとか俺強いよとか俺わざとやるぜっていう人いないですよね多分ね <laughs> ありがとうございます <laughs> 続きましてルパン外した藤子ちゃんの人類みなまるまるは埋めてください人類皆どっからでも着れる袋は端っこから着るまあ私ど真ん中からは着れないですよね はい。大きいスケールとちっちゃいスケールの組み合わせ、ね、ラジオネーム「ねみみにみ、ね、み,み,にみ,みずさんの人類みなまるまるを埋めてください」「人類みな背中かゆい」<laughs> なんかこれ <laughs> みんなでかき合うって書いてますね <laughs>。 ねえかゆくなったことは絶対みんな一回はあるから確かにこれ当たってはいるなうんおお今日絶好調ですねルパンが愛した藤子ちゃんの人類みんなまるまるを埋めてください人類みんな携帯が2%だと慌てる2%だと慌てるでしょもう切れるし、まあ、ただ人類皆携帯持ってるかっていうところですけどね うん、ラストあごの面積おにさんの人類みるまるまるは埋めてください人類皆上司との飲み会は早く帰りたいあーみんなではないかな。 7割ぐらいは <laughs> そうかなあ、はい、ありがとうございますで揃いましたじゃあですね本日のベストオギリストは CM の後発表しますのではいコマーシャルはいじゃあですね本日の分のベストオギリスト決めますよ今週のお題人類みな〇,〇さ〇〇を埋めてくださいということで、うん、まあ初日なんでねいろいろ 探りながらだなという感じをしましたがルパンがしたフジッちゃん、えー、みんなどっからでも切れる袋は端っこから切るまあ、こっから切れって書いてあるのがほとんどだからねそうなりますね、うん、タマティロさんみんな口内炎が嫌いこれはでも合ってるほぼ合ってるかな俺も嫌い、大嫌いだしね今日一はですねねみみにミミズさん、えー、人類みんな背中痒い <laughs> <laughs> はい、ありがとうございますはあ、はあ、はあ、なるほどねえー、っとですねまあお題が「人類皆」ってなってるからみんながあるあると思うところ狙うのかまあ狙う中でもこのねみみにみみずさんみたいに背中かゆいっていう変なピンポイントで来るんか確かにかゆいけどねっつって。 うんいいですねちょっと探り探りな感じがいいですね、うん、多分ね短いの探した方がいいと思います振りが「人類皆」ってなってるから「ななななな」ぐらいに収まるとピリッとシャープな感じになるかなどうでしょうかねはい頑張りましょう。人類みんな背中痒いどこに はるかですよねこのことわざというか <laughs> 誰が得するばっていう <laughs> はいふるって、えー、参加してくださいお待ちしております、えー、ではアンケートですね掃除機の話をしてますよ今日はねうんラジオネームディエゴ・タカドーナさんはいこんにちはアンケートを終え「先端回転ノズルのメンテナンスは俺の当番です」「嫁の髪の毛とか輪ゴムがよく巻きついてるよ」 ではバイなら、ね、あれでしょこのスティックタイプのやつっていうのはただ吸うだけじゃなくてこの接地面がぐるぐる回ってね書き取り能力というかあれが高いということですよね。巻きつきそう確かにあこれだよあれかなサイクロン方式というか昔のものはなんかホースだけだったら先っちょがね。で吸うっていう。 はいありがとうございます皆さんこんにちは SO と申しますこんにちは早速アンサーへそれがどうかしましたか、うん、そんなことよりもうちの人はなぜゴミが溜まるところも透明で見えるし吸ってる音も小さくなっているのに溜まったゴミを捨てないのかが気になりますじゃあ時間まで頑張ってください、はい、SO さん やーがててれってことですよ、ね、だからお互いお互い <laughs> あのー、あれと一緒ですよ冷蔵庫に入ってるタッパーに入ってる麦茶あとちょっとだけ残す俺最後になりたくないからっていうあれと一緒ですよ「<laughs> や」が最後だよなっつってあれと一緒ですもういっぱいなってるもうあんまし吸わんけど <laughs> まだちょっと吸ってるから私は最後じゃないし <laughs> つあんたが使った時がほらほらもう,あもう吸ってないよ 変えた方がいいんじゃないっていうことじゃないですかねあと止まるでしょうね <laughs> <laughs> 限界までやってからもうスワンくなるでしょうねうん。大江戸子猫さんお疲れ様ですはいこんにちはアンサー A ですうちは全部屋フローリングでクイックロワイパーで十分でしたが最近ワンコの抜け毛がひどく昨日押し入れから掃除機出したばっかりだよ生え変わる季節なのかな でも多頭数のワンコいて喧嘩した時に掃除機をかけるとすぐ喧嘩をやめて逃げるから掃除機は大事ですちなみにうちもスティックタイプですがコードついてますけどそれにしても「一本グランプリ」で野田クリスタルと答えが一緒ってはい大江戸子猫さんありがとうございますスティックタイプコードついてるんですね上の方にうーん そうなんですよ僕一本グランプリ見せて』見てて飲みながら見てたら写真でボケましょうみたいなのがあってあこうやったらこれだなと思ったのが全く一緒だったんですよ野田クリスタルさんとゼロポイントでしたね <laughs> 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 それがまた面白いなと思って <laughs> びっくりしましたはい名古屋の野中さんこんにちはアンサー A 前は自分が独身の時から使っている20年ものの コード式従来型でしたが年々音はでかくなるし吸い込みは弱くなるしで1年ぐらい前にスティックタイプに買い替えました快適ですが思い出の品がなくなるのは寂しくもあります今では自分が独身の頃からの家電は妻と同棲を始めた時に買い替えた冷蔵庫と元カノからもらったアイロンぐらいです言わんけよ <laughs> まあから持ってきたって言わんほげよこれやいちいちやこんなん絶対言わんほげいいパターンどうや 藍色に罪はないけどね。いちいちこれ言わない方がいいですよ。はい、ありがとうございます。確かにな。昔の家電って、なん、なんていうのかな。今見たら、アンティークな感じして、良かったりするんですよね。扇風機とか。鉄やったんだ、ボディ、昔。鉄。だから、この網も鉄。もっと昔は羽も鉄だった。そう。 でボタン5はもう死に出出出ててててるるるわけよよかっストローク長さえボタンのガッチャンっつってから <laughs> こんなのだったんですけどタイマーもない0123終わりあれよかったな首の上げ下げがですね今みたいにカチカチじゃなかったんですよ昔変なマイナスみたいな形の。 ねじわざとこれし回してからやらんとよ回ってる時首が垂れてくるかもしれないへんっつって,ってレージ懐かしい皆さんこんにちは東京都練馬区のゆうなパパですよろしくお願いしますこんにちは今日のアンサーは B タイヤがついた掃除機とロボット掃除機の2大体制ですお<ー>ロボットは1階専用階段や2階の部屋はタイヤ付き掃除機に活躍してもらっています階段掃除機は左手に本体 右手に吸い込みノズルを持ってやるんでシリナンギあこのボディあのボディを持ってってことか今の掃除機が壊れたらスティック型に変えようと思っています先週金曜の夜ビルの清掃の方が我が社のフロアを掃除していました問題の会社やさややる気スイッチが入ったのか掃除機のコードを伸ばして必死に掃除機をかけていると向こうの方からドンドンガタンって聞こえてきました。 新社長が掃除機のコードにつまずきオフィスの壁に顔からぶつかり眼鏡が変形してそれを会長が助けていました会社中がざわざわしたのは言うまでもありませんそれでは今日は久しぶりに生で聞きましょうねタイトルやっぱり何か取り付いているうんマジであんたの会社はあがやがよくちぼろつよね また会長が助けるという。木内切る親。千葉の短期をやがみらんけいや。あのバランスボールひっくり返ってからに,に上の階からゴンって落とした会長をどうや。<laughs>